私の JBN 芸能界テインメントワールドチャンネルへようこそ。新垣結衣、松本潤さんとも、嵐の二宮和也に負けないルックスの平野紫耀が、消費財の CM に次々と出演し、等身大のアイドルとして君臨している。今回の後世の CM により出演本数が6本に達した平野は、ランエキング1位の二宮和也僅差に迫ってきている。と日刊サイゾーは報じた。昨今のテレビ CM は、ただ放映するだけでなく、ワイドショーやネットニュースなどのネタになることがとにかく重要。新垣結衣は後世の CM キャラクターを10年以上にわたり務めているが、最近では、劣化した、痩せすぎ、などの誹謗中傷が SNS のコメントに並ぶことも。とはいえ、その人気はまだ絶頂にあるので契約切りは考えづらいため、ここで平野との共演によってテコ入れを試みる可能性もゼロではありません。現在平野はソロ CM としては殺虫剤、コンタクトレンズ、シャンプー、焼肉のタレ、芳香剤といった商品と契約しています。今回の化粧品も含めて共通するのはスーパーやドラッグストアで買うことのできる消費財であるということ。マーケティング的に平野の特徴は消費者への目線が近い等身大のアイドルであるということなのでしょう。なお、後世の CM には新垣結衣や松本潤もそれぞれ出演中。現在、囁かれているのは彼らとのサプライズ共演だ。本作は肌荒れが気になり、会いたくないと塞ぎ込む女性を平野が後世の敏感肌ケア製品と共にカメラ目線で励ますといったもの。CM では初となる金髪姿にも注目だ。メーカーによる起用理由は明るい笑顔と思いやりの心を合わせ持つ平野は、後世の敏感肌ケアの優しさや心まで前向きにする効果を表現するのにふさわしい、とのこと。キング、リンチェの平野紫耀が化粧品メーカー後世の敏感肌ケアキャンペーン CM 起用されたタップ。新 CM、会いたくなる肌へ。編が現在放送中だ。なお、後世の CM には、新垣結衣や松本潤もそれぞれ出演中。現在、囁かれているのは彼らとのサプライズ共演だ。昨今のテレビ CM は、ただ放映するだけでなく、ワイドショーやネットニュースなどのネタになることがとにかく重要。新垣結衣は後世の CM キャラクターを10年以上にわたり務めているが、最近では、劣化した、痩せすぎ、などの誹謗中傷が SNS のコメントに並ぶことも。とはいえ、その人気はまだ絶頂にあるので契約切りは考えづらいため、ここで平野との共演によってテコ入れを試みる可能性もゼロではありません。今回の後世の CM により出演本数が6本に達した平野は、ランエキング1位の二宮和也僅差に迫ってきている。ジャニーズタレントといえ、ドデビューからわずか数年でナショナルクライアント級 CM への出演本数がすでに6本は大健闘と言えるでしょう。彼の場合はグループでの出演も多いので実質的な CM キングと言ってもいいのではないでしょうか。その上、所属グループであるキング、リンチェでの CM 出演続いているアーテイル。まずはホンダ技研工業のホンダハートシリーズ。もともとメンバーがモータースポーツ好きというのが起用のきっかけになったというが、白いつなぎを身にまとったメッセンジャー役の彼らがバイクにまたがり疾走するシーンは、その表情が見ることのできる仕上がり。ファンでなく、モータースポーツ好きをも引きつけるものとなっている。2021年には、任天堂の CM にも出演。メンバーたちが実際にアバター作りに挑戦。和気あいあいとゲームを楽しむ様子に、見ているこちらも和まされる。近年のジャニーズタレントはメンバー間の仲の良さをアピールする手法が多く取られますが、キンプリは顕著です。ね。ソロでの活動も順調ですが、メンバーが揃うと、メジャー感がもたらされるというのは、往年の人気グループスマップ多いよ嵐のそれを彷彿させますね。とにかく話題をさら平野紫耀の CM 出演。
今後はグループの動向も合わせて気になるところだ。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。